こちらはビフォアの状態になります。お仕事の関係上あまり明るくすることができないので軽くブリーチをしていきます。髪全体を水スプレーで濡らしてから薬をためてパレットを使って、パレットの櫛部分ですね、櫛がついたパレットなんですが、それの R を使いながら頭の丸さに合わせて根元をぼかしていきます。何度も根元をしごくことによって根元から綺麗なグラデーションを作ることができます。このようにパレットを使いながら全体に均等に塗布をしていきます。根元の方を反対側にコーミングするような感じで、根元をぼかしながら塗っていきます。顔周りもパレットの R 部分を使いながら塗っていくと綺麗に塗れます。こちらも同様に塗っていきます。トップはハケを寝かした状態でゼロテクで塗っていくと根元が綺麗に塗れます。毛先の方に行くに従って塗布量を多くしたかったのでフラットな面を作って塗布していきます。こちらはスタイラーの代わりで使っているのですが、毛先に行くに従って熱がしっかり入るようにグラデーションを作っていきます。モモンガトリートメント、シャンプー後なんですが、モモンガトリートメントでトリートメント栄養分を入れていきます。プラスカラーをした時に柔らかい質感になるように、モモンガトリートメントの国産ハーブの染料がペールイエローの染料が全体に入るので、それがサフェーサー代わりになってより色が柔らかい感じに、この後に色を乗っけた時に仕上がります。しっかりモモンガトリートメントを全体に塗布して、しごきながらやっていきます。これはオニヤンマジェルソルトは、酸化剤ですので、ちょっとアルカリ、残留アルカリを落として、染料が入りやすいようにと、あと髪のコンディションを整えていく目的でやってます。全体をしっかりタオルをくるんで、流していきます。頭皮からしっかり流していきますね。このような感じです。はい、こちらカラーなんですけれども、はい、このような調合になっております。これは塩基性カラーを入れている理由としては、染色部位をちょっと変えてるということですね。はい、染色部位を変えることによってフィルター代わりになってくれるので、根元を塗り終わったら残液に対してコレストンのこのアルカリをキャンセルするオキシを入れて薄めます。3倍ほどに薄めたら、それを今度中間から毛先に塗っていきます。同じ薬の使い回しをする場合にこのような方法を使って僕は行きます。で、中間部分というのがなかなか塗布が微妙になったりするんで、しっかり手でなじませていきます。でコーミングを全体にしてなじませていって時間放置します。シャンプーをします。シャンプー終わったらドライしていきます。ダイソン2台使うと結構早いです。はい、これが仕上がりの状態になります。はい、ピスタチオカラーの出来上がりです。このような感じで艶やかな感じに出来上がりました。